神奈川県藤沢市にこの地域では珍しく1年を通じてキクラゲの栽培ができるある場所がありますその内部に秘密を探りに行きました電球の明かりに照らされて黒褐色の花びらのようなものがつやつやと光ります中華料理には欠かせないキクラゲです 棚にはブロック状に固められた金床がずらりと並んでいます。その数はおよそ260個。実はここ、防空壕の中なんです。第二次世界大戦中に避難場所としてあったものを戦後になって父親と一緒に掘り広げたのは、藤沢市で園芸農家を営む長島英太郎さんです。どうやって掘られた やはりもう、冬ね、ここ入ると暖かいから、薄着で掘ることができたた。から、楽楽には楽でした去年から年間を通じた栽培を始めましたが、防空壕の中は温度と湿度が安定しているため、きくらげ栽培には最適だということです。 今年の夏、えー、とても暑かった猛暑だったということですけれども、はい、今年の影響はどうでしたか。そうですね、外がまあ,あ高温ということでね、のお作物は大変と聞いていますけれども、まあうちの場合は、えー、湿度と温度が一定してますから栽培しやすい時期でしたね。味ね、これがまた美味しいんですよ。中華に入れるとね、また教えて。 本来はオフシーズンにあたる冬場でも生のコリコリとしたキクラゲを食べられると、購入者からは好評です。防空壕で育ったキクラゲは、藤沢市内などの3つの販売所で1パック220円で購入できます。